ホイアンはベトナム中部の町で、この地方の中核都市であるダナンの隣にあります。訪れたのは6月。とにかく朝から暑い。とても暑いです。ものすごく暑いです。街の中はバイクが多いね。おお、ランタンの店だ。ブーゲンビレアも綺麗だ。古い町なんです。川辺に出ました。ホイアンの川。ここで降りるようだ。ここは日本人橋です。この看板で見ればね、ライオンとも書いてあるんですね、はい。この橋けど屋根もあるしね、床はないようなものがあってね。この橋は家康の時代に日本人が建てたと言われ、ここには日本人街もあったそうです。修復を繰り返しながら400年の歴史を保っています。年季が入っていますね。それにしても暑いな。なんか書いてありますけども読めません。とりあえず世界遺産のマーク。この船は東西の交易の船だろう。昔は水害にも苦しんだようだ。古い町並みだ。この町はこの川を港として2世紀のチャンパ王国に始まり、その後は東西の国際貿易港として栄えていきました。しかしこの川は土砂堆積で港として使えなくなり、港はダナンに移されました。ホイアンの山釣り、夕闇が迫った中で始まります。まずは腹ごしらえ、はい、食事が終わってランタン祭りを取って帰ります。大体これがメインで、もう店が閉まったみたいですね。あれもそうだね。食事をやってる間に雨も上がった代わりにランタンも終わりました。あれは
やってるのかな。おお、賑やかになってきた。ブーゲンも逆光で綺麗だ。ランタン祭りは毎月満月の夜にやるそうです。川を挟んで向こうも綺麗です。スボン川の灯籠流しか。そうそう、ランタンに見とれてないでガイドさんについていかないと。